レバナスで銃を手に入れるレバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。月曜日のマーケットの方はね、まああまり動きがなかったと言ってもいいんじゃないのかなというふうに思っております。まあ最近レバナスの方のね、長期資産形成ということにあたりましては、まあ暇だなということで、今のね、この安いバーゲンタイムの時にね、まあコツ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 と定期積み上げ、もしくはスポット購入というのをね、まあ続けるだけということなので、対局においてはね、全く変化はないんですけれども、まあ直近のね、値動きですよね、いつぐらいになったらね、底を打つのかなと、まあ心配になられている方もいてると思いますので、まあこの番組ではね、まあ日々のレバナスの動きっていうのがね、どんな動きをしていくのかっていうのをね、見ていきたいということになっております。まあテーマというほどでもないんですけどね、最近鳥頭アンチからねコメントが届くんで、まあ一部ね紹介していきたいなと、まあそれぐらいね昨日はあまりねお伝えすることがなかったというねことになっております。この番組は長期資産形成と株式トレードというね2本立てやっております。長期資産形成っていうのはあくまでもレバナスをガチホ、そして、10年後にファイヤー、私の場合は残り9年ということになっております。そして株式トレードっていうのは全く別物でね、ちょこ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 売り買いをしていてね、この株式を、まあ、趣味にしていこうということで、ね、まあ、お小遣い稼ぎということですね。ティクル、ウェーブル、平均取得価格を改善していくチャレンジの方をしております。SOXL ではね、実践中ということで、朝ね SOXL、SOXS、インバースをね使いました短期トレード、こちらの方はね独立枠で動画の方を作っております。まだね見られていないという方はね、今日の株式相場が始まる前にね SOXL がどうなるのかなというのをね見て研究していただければと思います。説明欄にリンクを貼っておきますのでね、まだ見ていないという方はね、まあぜひともこの動画が終わってからねゆっくり見ていただければと思います。さあそれでは今日もね森田たくさんの内容でスタートしていきたいと思います。スタートです。はい、ということでね、まずは本題に入るまでに前座ということで、シリフェチさんという方からねコメントが届いてます。自由は手に入りましたが、この人鳥頭ですかねということで、あ、ちなみに鳥頭って皆さんご存知ですか？西原さんが作った造語ということでね、三歩歩いて全て忘れる鳥頭機構というのがね、20数年ぐらい前に、まあ、西原恵理子さんっていうね、漫画家さんの方が作られた造語だと思います。ひょっとしたら西原さん以外が作ったのかもわかりませんけれど、私が知ったのは西原恵理子さんということでね、この後、西原恵理子さんは鴨志田という人と結婚をして、その後鴨志田さんが他界してしまって、今はね、はい、皆さんご存知の高須クリニックのね、ヘリコプターの中でね、インド人のような格好をしてる女性がいてると思うんですけれど、そうです。彼女が西原恵理子さんです。ということでね、このね、シリフェチさんというのはね、鳥頭なのかなというふうにね、思うのは、自由は手に入りましたかで、私は、ね、レバナス投資を始めて10年後にファイヤーします。10年後に自由を手に入れます。残り9年ですっていう話をしてるのにね、今自由が手に入ってるわけないじゃんということでね、全く何を考えてるのかわからない。ない人です。そしてね、その人の、コメントについたさらにコメント、クランキー777、もうこれは完全にね、パチスロか、パチンコ屋、依存症候群のようなね、名前になっております。不自由になって取らぬたわけの川山をしてますねということでね、やっぱり鳥頭ということでね、皆さん、投資するときに10年後、どういうふうになるということを考えて投資されていく、投資設計をしていく。で、その中で10年後にね、その自分が思い描いていたことにならないなと思ったときは途中で修正していくっていうもんでしょ。計画をね、立てなくてね、何でもやっていく。行き当たりばったり、まるで鳥頭と。このコメントにさらにね、ついたコメント、やめてあげてください。普通の人が休んでる土日に、投機商品両立てを企てるぐらい、血迷ってるんだから、不自由に決まってるじゃないですか、というね、ことなんですけれど、この人もね、やっぱ鳥頭だな、ということでね、誰がね、両立てやってるんですか、ということでね、私は SOXL 打って、SOXS 買って、SOXS 打って、SOXL 買うということをね、しておりますんで、まあ、仕込みの段階でね、たまたまね、L と S 両方持っている期間っていうのもね、多少は含まれますけれども、基本的には L を買って売って、
って S を買って打ってを繰り企ててますんで、両立て両方同時に持ってね、損失をね、補填していくなんていうやり方なんてやってません。 S と L の売買をしております。全然ねやってることの理解がねおぼついていないのにね、なんかね鳥頭的なコメントをしてくるんですよね。全くね先が見えていない鳥頭。このね、コメントに対してまた切ってますと、KK 確かにそうですね。素人が陶器に手を出してもろくなことにならないんですからね。しかも両立てね、この人もほら両立てということで、私が L と S の売り買いをしているということに全く気づいていない鳥頭ですよね。もう嘆かわしいと。この人たちが全くね、理解できていないというのが結果が全てです。売り買いしてね、短期トレードをしてね、儲かるか儲からないかっていうのは、成功すればね、どんなやり方でもね OK なんですよね。失敗したら、ああ失敗した、笑ってくださいという形で、で今はすいません、平均取得単価も下げれてますし、実損益の方もプラスになっているということになりますので、成功者を妬む鳥頭ということで、ね、なっております。今短期売買のトレードしてね、実損益プラスになっている状態ですから、まあ、彼らはね、すごくね、たんでるんだろうなというふうに思ってます。そしてね、もう一人ね、鳥頭がいてるんですよね。高坊という人ですね。インバースに味を占めると、最終的に稲妻の輝く瞬間に大きくチャンスを逃がしますというね、ことをおっしゃってるんですけれど、この人、稲妻が輝く瞬間の意味が理解できていないんじゃないのかなと思います。稲妻の輝く瞬間に、まずは相場にいることっていうのが、これ第一条件ですけれど、私はレムナスっていうのは絶対にガチホ売りませんということですから、絶対に相場には居続けてるわけなんですよね。まあこれはちょっと横に置いておきます。多分この人が言ってるのは SOXL とか TCL、そういうことの、短期トレードのことを言ってるんだと思いますので、まあそちらの方に焦点を当てていきますと、まあこの方が例えばね、35ドルで、SOXL を持たれてたとしてください。私はSOXL を30で持ってましたけど、今インバースの方を使って18ドルに落とすことに成功してるんですよね。そしてその次もう一度買い直しをするということになっておりますんで、おそらくですけれど、まあ、SOXL っていうのはね、平均取得価格っていうのは、まあ、10ドルから12ドルぐらいにはなるんじゃないかなと、革残業をしてます。これが仮にならなかったとしてください。インバースをね、仕込んでいたんですけれど、株式がね、こっから上昇していってしまったと。要はもうそこが、稲妻の輝く瞬間だったわけですよね。SOXL 値段っていうのがね、16ドルとか17ドルまでいってないわけですよね。こっから上昇していって、19ドルとか20ドルになってしまったら、あ、やらかしたということで、インバースの方を打って、そして SOXL を慌てて買い直すわけですよね。ここで、含み損益っていうのが若干出てますけれど、そんなこと関係ないわということで、平均取得単価が19で、手に入れれたとします。18で持ってた時、そのまま持ってたらね、良かったなという話になるんですけれども、この高坊さんっていうのは35で持ってるわけですよね。稲妻が輝く瞬間、これがSOXL が16あたりだったとしてもね、そっから途中で飛び乗った私っていうのは19とか20でね、SOXL を保有できてるわけですよね。ということは20から上のね、リターンを取れるということなんですね。この高坊さんは35まで、稲妻が輝いた瞬間が16だったんだったら、そっから35までは一切リターンは取れないんですよ。勘違いしてるでしょと。16ドルの時に35ドルの SOXL を持ってて、ここが稲妻の輝く瞬間だったとしても、あなたがパフォーマンスを取っていけるっていうのは、35を超えていかなかったらパフォーマンス取れないわけですよ。私は途中でダメだと思って損切りしてね、SOXL に飛び乗って、まあ20でも21でもいいですけれど、平均取得単価がね、そこで取れたとするならば、あなたよりも10以上、10ドル以上で、早く利益をね、取っていける。稲妻が輝く瞬間の恩恵を私の方がね、受けれるんだということに、ええ加減気づいた方がいいと思いますよ。稲妻が輝く瞬間にね、相場にいたとしてもね、平均取得価格が高い状態の SOXL ね、30とか28とかで持ってる人よりも、20ドルで持ってる人の方が、後からね、稲妻の輝く瞬間、そこにね、相場の時にはいなかったも、その時にボーンと飛び乗ってしまったら、こっちの平均取得単価がね、低い人の方が、稲妻が輝いた瞬間の利益を
享受できるということがありますので、私がなぜ今インバースを使って平均取得単価を下げていきながら利益を出して株数を増やしていくのかというと、まあもちろん株数を増やしていってね、資産を爆増させていきたいということもあるんですけれど、稲妻が輝く瞬間の恩恵を少しでも多く受けたいからなんですよね。だから今何もせずに静観している人っていうのは、自分の基準価格まで上がるまでは稲妻の輝く瞬間の恩恵は受けれていないということにね、気づくべきですね。そして私のチャンネルを見ていただいている優秀な人たちは、そうならないために別にインバースを使わなかってもコツ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 と、基準価格が安くなった時に買い増し買い増しして自分の平均取得単価を下げるという努力をしているということになってきますんで、インバースを使ってそして平均取得単価を下げる、これは稲妻が輝く瞬間に大きなチャンスを逃すということにはつながりません。逆に稲妻が輝く瞬間に大きく利益を取るためにしているということをね、考えていただいた方がいいと思います。稲妻が輝く瞬間でもね、平均取得単価、レボナス4万円で持ってる人と3万円で持ってる人だったら4万円まで上がるまではね、このパフォーマンス取れないということにね、まあ気づいていくべき、ということになっております。もっとね、しっかりと、投資のことを勉強してね、そしてそれからコメントをね、打たれた方がいいんじゃないのかなというふうに思います。さあ、それではね、いつも通り国債の方を見ていきましょうということで、10年債利回り 3.19 上昇、2年債利回り 3.11 上昇、3ヶ月もの 1.61 下落ということになっております。3ヶ月ものは下がってるんですけれどね、10年ものと2年ものは下がっているということは、国債は全般的に見ますと10年もの2年ものっていうのは売られているということですね。そして昨日株式も概ね下がりましたので売られているということで、ここでまた矛盾が生じているわけですよね。どちらが本物だということでね、まあ、今回は債券が売られて株式が上がるというターンではないかなと思ってますんでね、今日株式っていうのはね、昨日売られた分反転上昇するんじゃないのかなと思っております。あとは10年ものと3ヶ月ものの逆位フィールドですね、いつ発生するんだということで見てますと、その差が 1.58 ということになってますんで、まあまだ当分はね、10年ものと3ヶ月ものの逆イールドにはなりそうにならないと。さあ、アメリカの経済はこのままリセッションに入るのか回避できるのかを見ものです。今日なんですけれどもね、28日の火曜日、日本時間の22時から S&P ケースシラー住宅価格っていうのが出てきます。この価格が下がっていれば、おおということで株式は上昇していきます。上がっていれば、プレが続投するということになってきますんで、このあたり今日の指数ね、どんな動きするのかと。そして6月の30日ですね。こちらは日本時間で21時30分に PCE デフレーターというのが出てきます。これもね、かなり重要な指標なんですよね。増えなければ OK ということになってくるんですけれど、昨日月曜日はどうだったんだっていうことでね、見てください。月曜日ね、米の耐久財受注の指標の方が出てきたんですよ。めっちゃ予想を上回るいい感じでして、企業の設備投資が、まあ、順調にいってるということがね、浮き彫りになったんですけど、株価下げてますよねと。そして米の中古住宅販売制約指数というのも出てきまして、予想外のプラスということで、ね、昨日この2つの指数が出て、経済のね、指標としてはね、いい材料が出てきたんですよ。それでもね、株式は反発せず逆に落ちたということになってますんで、今のね、この6月の末のアメリカの株式っていうのはいい材料が出てきても、まあそれでね、爆上げしていくということもねないのかなということで、まあ逆に悪いのがね出てくるとドンと下がる可能性はありますけれどもね、まあね、あまり指標っていうのはね、プラス域っていうのが出てきてもね、まあ関係ないのかなというふうにね思っております。まあそんなことを言ってしまえばね、身も蓋もないんですけれど、ビットコインなんですけれどもね、まあもう見ていただければお分かりの通りね、手に入って11日目になりました。前回のレンジは27日間続いたということですから、さあ今回はあと何日続くんだというね、ことなんですね。ビットコインはナスダック100の先行指標と言われておりますので、こちらが何らかの変化出てくればね、ナスダック100の方もまあ変化があるんで、まあトレンド転換するのはね、まあビットコインをまずはね、見ておくというのがね、最近の中でのね、私のセオリーになっているということですので、まだビットコインは動かずと。
原油価格の方がね、やはりここで上昇してきましたね。ということでね、110ドルになってきてしまいました。CDC ケンシャルでね、短期のトレンドを見ましても、まあ上昇トレンドに移って2日目ということになりましたんで、今回の下落トレンドはもう終わってしまったのかなというね、ことになってますんで、まあせっかくね、110ドル切ってたんでね、株式の方にも追い風になってくるかなと思ってたんですけれど、またこのままね、原油価格が上昇してしまいますとね、向かい風になってくるのかなと。アメリカがね、今からちょうど旅行シーズンということでね、ガソリンをガンガン使っていくというね、シーズンに入っていきますので、まあそういう意味でも投機的なね、お金の方が流れ込んできてるのかなというふうにね、思いますよね。月曜日の QLD 仮想レバナスということになっております。 45.17、 先週末と比べましてマイナス 1.7% ということになっています。出来高がね、まあちょっと全然伴っていないまま上昇していってるということなんで、まあ大手のね、機関投資家の人たちが、こぞって買って株価が上がっているというね、状態ではないんですね。ね、QLD の終値、ね、マイナス 1.7% ですけれども、TDC ケンシャルの方で見ますと、まだ上昇トレンドのままです。3営業日連続上昇ということになってきておりますので、今日の反発に期待していきたいと。さあ、価格帯別で出来高、そしてね、フィボナッチの方をね、当ててみてますけれど、先週末とね、まあ何ら変わりはないかなということで、まあやはりここね、最近ちょっとね、反発して上昇していってはいるんですけれど、まあどちらかというと全体的にはね、売られてる方が多いのかなということで、ね、なかなか上昇に弾みがつかないというようなね、出来高になっている。そして、まあ出来高のね、一番多いボリュームゾーンっていうのがね、50ドル付近にありまして、その下に 48.34 というね、まあ抵抗線の方がね、あるということなんで、うまくいけばね、今日、このね、48.34 のところにタッチしていくと思いますんで、ここがタッチした時に AQLD 仮想レバナンスの方が売り叩かれてしまうのかどうか、今日のね、相場が見物だと思っております。さあ、我らがアイフリーレバレッジナスダック100大和レバナンスですけれども、6月27日の基準価格は 21,658円、プラス 6.85% 上昇ということになっております。楽天レバナンスの方はと言いますと 5,133円とプラス 6.92 と、月曜日はね、大和レバナンスよりも楽天レバナンスの方がパフォーマンスが出ていたということですね。6月28日のレバナンスの予想価格ということで、大和レバナンスが 21,290円、楽天レバナンスが 5,046円ということになっております。で、次のね、レバナンスの買うね、タイミングはどこかということで探っていってます。毎日積み立てされてる方はそのまま継続してください。私は毎月積み立てをしております。継続しております。それ以外のね、スポット購入での買い増しをどこでしようかなとね、まあタイミングということになってくるんですけれど、まあここはね、楽天レバナンスをね、見ていくのが一番ね、手っ取り早いかなということで、楽天レバナンスの最安値っていうのが4344円なんですよね。これを切れば、まあ、買い増しをね、していこうかなというふうに考えております。ナスダック1003倍ブルの方は6月の27日7930円、前日比プラス 10.35 ということでね、まあ、大幅上昇を果たしてくれたと。こちらの方のね、買い増しも、まあ、いつするんだということで、設定来の最安値っていうのが6206円ということになってますんで、この価格をね、下回っていけばスポット購入していくと思います。じゃあ6月28日の予想価格はと言いますと7743円ということなんでね、まあこちらも今週はね、到達しないかなと思っております。 1,2 ヶ月の予想の方になってくるんですけれど、次の最安値っていうのはね、7月の決算ウィークに私は来ると、ね、予想しております。決算ウィークね、失敗していく企業が多いんじゃないかということで、今週から月末付近にかけては一旦上昇しますんでね、まあそこで慌ててね、買うんではなくて、ちょっとね、7月の決算ウィーク、こちらの方をね、まあしっかりと見定めてから、本当にね、この決算ウィークも乗り切って上昇していくようでしたらね、まあ慌ててね、
飛び乗っていかないといけない。ひょっとしたらね、稲妻が輝いたというね、可能性もありますけれど、まあこれをね、確認してからでもね、全然遅くないんじゃないのかなということで、そして今どれだけ損失が出ていたとしても、それは含み損益ということになっておりますので、売らなければ損失は確定しません。レバレッジ投資、長期投資においてはガチホが正義です。ガチホプラス定期購入もしくはスポット購入、これさえしていれば負けない投資ということになってきますので、資産形成は売らなければ損失確定せず、そして売らなければ確実に成功すると。ここまでの話は資産形成の話です。ここからはガラッと変わります。第2部ということで株式トレードの話に移っていきたいと思います。株式トレードということは売ったり買ったりするわけですから、もちろん失敗する可能性もあります。損切りする可能性もあります。ですので皆さんにお勧めはしません。じゃあ私はなぜやってるんだということで、投資家の次の階段レベルアップがしたいということで、こちらの短期取引の方に、ね、取り組んでいきたいと。ただし私が成功するか成功しないかっていうのをね、見ていただいても楽しくね、見ていただけるエンタメ番組として見ていただけるように構成の方は作っております。よろしくお願いします。まずね、このチャンネルでは TECL ウェブル平均取得価格改善チャレンジっていうのをねしていきたいと思います。ティクルのことは今からはテクノロジー L、インバースのことはテクノロジー S と言います。ウェブルの方はインターネットなんで、インターネットの L と S というふうにします。まずはテクノロジー L の方を見ていきましょうということでね。まあ、こういうね、今までの取引の経緯になってるんですけれど、まあ、ざっくりとまとめていきますと、テクノロジー L1 ターン目の途中経過ということで、6月11日にテクノロジー S の方を売却しました。これでプラス 36.96 ドル、実現損益がプラスになっております。ただし6月の25日に基準価格を下げるということでね、テクノロジー L を売却しました。これによってマイナス 103.75 ドルね、マイナスが出てしまいました。ということは103ドルから36ドル引きますと、今実損益っていうのはこのテクノロジー L に関してはマイナス 66.79ドル出ているということになっております。そしてこのねテクノロジー L を売った時の差額がねまだ 68.16 ドルあるのと、そしてテクノロジー L を売ったお金でインバースの方ね、テクノロジー S の方を3株保有しております。ということなので、今このね実現損益どうやって取り戻すんだということでね、 66.79 ドルマイナス出てる部分をどうしたらいいんだということをね見ていただいた時に、テクノロジー S の方を3株持ってるわけですね。これ 44.0233 というね、ことになっております。これにあと1株、まだね、買えるだけの資金残っておりますので、今週のどこかのタイミングでもう1株買いまして、これね、4株にするわけなんですよね。そして、このね、テクノロジーの S4 株になった後、このね、今マイナス出てるのが、66.79 ドルね、これマイナス出てるわけですから、4株で割りますと、1株あたり 16.6975 インバースの方でプラス取れれば、実現損益っていうのはプラスマイナスゼロになっていくということになってるわけなんですよね。そしてそのね、16.6975 っていうのが、まあ、現実的な数字なのかどうかということでね、当てはめていきますと、まあ、今の私の持っている 44.0233 から 16.6975 を足しますと、60.7208 ということになります。52週の高値っていうのが 57.19 までしか行ってないので、まあ、高値更新をしていただかないと、なかなかね、あの実損益プラスにならないという状態なんですけれど、ただしなんですね、まだ TECS の方は一株購入できるということになってますんで、 44.0233 のこの平均取得単価を下げれる可能性もあるということになってますんで、まあ今日明日の展開でね、これ下げることができるのかどうかというところをね、まあ見ていただきたいということで、ただしね、このインバースを使って実現損益を何にするということはね、基本的にはできるんじゃないのかなという気がしております。そして、私の今後の戦略といたしましては、残り18株もね、テクノロジー L の方が37から40ぐらいになれば損切りを決行して、大幅テクノロジー L のね、取得基準価格をね、大幅に下げていきたいと思っております。さあ、
月曜日の TCL はどうだったんだということでね、見ますと、終わり値が 31.95 ということで、マイナス 2.05%、先週末に比べたら下げてるんですけれど、シーケンシャルで見たときは、3営業日上昇トレンド継続中ということに、なっておりますので、まだまだね、上昇トレンドが終わってませんよということなんで、今週ね、どこまで上がっていってくれるのか楽しみということに、なるわけですよね。37以上にはね、なってくれそうな雰囲気があるんじゃないかというふうに思っております。テクノロジー L なんですけれどもね、今日じゃあどのあたりまで回復してくるのかということでね、見ていきたいんですけれど、時間外取引の方でね、32.12 に、ポジションを受けていっていただいてます。まあ、テクノロジーのね、株式の方は、上に振っても下に振っても、終値ベースで見ますと、まあ 12% ぐらいで収まってくるのかなということでね、今日プラス 12% になった時が 35.952 ということになってきますんで、まあ今日、明日のポジション次第ではね、今週37から40になるということもね、十分あるんじゃないのかなということで、こちらの方は 35.952 ポジション、どこまでね、近づけて終わってくれるのかということをね、しっかりと確認していきたいと。まあ今週チャンスはね、十分あると思っております。そしてテクノロジーの S インバースの方なんですけれど、時間外取引で 44.1 ということでフィニッシュしておりますので、ここは、マイナス 12% 下がっていただいたとしたら 38.808 というところまでね、下がっていくということになりますので、テクノロジー S の今日の差し値、あと一株買わないといけないんでね、こちらの方はと言いますと、まあ、38.89 ここでね、差しておこうと思います。もっと下がるまで待った方がいいんじゃないんですかと思われるかもしれませんけれど、テクノロジー S の方はね、ここで妥協しておこうかなと思ってます。あとね、じっくりと待っていくっていう部分が何が残ってるかっていうと、次テクノロジー L が上昇した時っていうのは残りの18株を売るわけですよね。その残りの18株を売った時にもう一度このね、テクノロジー S の方を買い戻すということになるわけですけれど、これが売れなかった時、要は私が思っているほど上昇もしなかったという時は、先にこのTCS、ね、こちらの、テクノロジー S の方を確定させとかないといけないということがありますので、もうここはね、わざとタイムラグをつけていこうという作戦です。さあ、インターネット L の方はね、もうすでにね、S と L を使い分けてね、そして、基準価格を下げていくという戦略は取れません。それだけ今ひどい状態になっているということなので、インターネットの場合はもうインバース、ベア型だけを使って利益を出して、利益出た分だけインターネット L を買い増しして基準価格を下げていこうという、まあ地道コツコツ作戦ということでね、なっております。今のところ、インターネット L の方はね、91株所有しておりまして、マイナス 82.46% 叩き出しておりますので、まあできたらマイナス 40% ぐらいまでにはね、落としたいなというふうにはね、まあ、思ってるわけなんですよね。そしてすでにね、インバースの方は4株取得しております。 46.3875 ということでね、現在 42.48 なんで、ああちょっと高い時にね、買っちゃったなということだったんですけれど、まあこれもね、全部タイムラグつけてるということで、一番ね落ちてたのがインターネット S だったんで、そしてその次がテクノロジーの S、 そして今値段が一番落ちてないのが半導体の S ということになってますんで、これ順番にね、まずは、インターネットを終わらして、テクノロジーを終わらして、そしてね、半導体を終わらしていくというね、まあ、タイムラグをつけてるんで、まあ、致し方なしかなということで、まあ、私の中では作戦通り、何が作戦通りかと言いますと、この 46.3875 でも52週の、ね、高値、これ6月の17日につけてるんですけれど、61.4 までね、戻ってくれればいいだけなんですよ。そうすると1株あたり 15.0125 の利益が取れます。まあもちろんここは税金とか引かれるんですけれども、まあ4株ありますのでね、この利益が出た分だけね、インターネット L をね、買い増ししていきたいということになってきますので、もうここはね、私は楽勝です。 L の方は底を掘っていく展開ということは、 S の方は天井をね、めがけて突っ込んでいってくれるということに、ね、なると思っておりますので、まあ、ここはおとなしく7月の中旬ぐらいまではね、このまま冬眠状態ということに、ね、なっていきます。まあ今週はね、はい、上がった下がったというね、一喜一憂してもしょうがないですし、でまあ他のね YouTuber さんのようにね、この含み損益のところ
ところがね、プラスになった、マイナスになったって言ってね、喜んでも、それは売らなければ確定しませんのでね、まあ確定しないことでいちいち喜んでいってもしょうがないんじゃないかということがありますので、まあ私のチャンネルではね、実損益重視ということで、実際に実損益がどれぐらいの被害を受けて平均取得単価を下げるのか、それとも実損益がプラスなのに、ね、平均取得単価も下げていけるのか、ここをね、重要視していきたいと思います。さあ最後にね、今日の株式マーケットが上がっていくのか下がっていくのかというところで、ナスダックの先物の方を今見ています。今マイナスなんですけれども、マイナス 1.01 とかをね、行ったり来たりしているんですけれども、TDC ケンシャルで見ますと、しっかりと4営業日上昇トレンドの方をね、まだ継続しておりますんで、まあ、TDC ケンシャル的にはナスダックの先物の方、上昇トレンド継続中ということなんで、まあ、このままね、プレマーケットも終わって、マーケットの方に突入していただければ、ナスダック100関連の株式というのはね、しっかり上げてくるんじゃないのかなというふうに考えております。さあ本当にね、今日のアメリカの株式の方が上昇していくのかどうか皆さんと確認していきたいということで、22時からライブ放送の方をかけていきたいと思いますので、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。